今坂河合河合駅。これできたのが、この駅できたのが1931年。もう電車がほとんどありません。大丈夫かな。先ほどのね、こちらですね、はい、というわけでやってまいりました。今回は岡山の北部に来ておるわけなんですけども、まあ、鳥取県との境目に来てます。で、まあ、こちら当たり前なんですけど、周りにコンビニとか自販機とか全くありません。まあ、その中で、今回最初に向かった先はこちらの鉄橋ですね。ちょっと気になったんで見てみましょう。はい、こんな感じで、まあ、昭和3年から5年頃に架けられたと、言われてますね。よく見たらね、なんかこんな感じでね、石が綺麗に積み重なって、かなりおすすめの鉄道写真スポットだそうです。はい、続いて向かった先なんですけども、この近くに駅があるということで、まあ、こちらもね、もう本当に鳥取県、次の駅が鳥取県になるぐらいの、もう最北端ですかね、駅があるということで、ちょっと行ってみようかなと思うんですけども。というわけで今日はね、鳥取県と岡山県の境目に来てます。まあ、岡山県側なんですけど、もう最北端っていうことですかね、駅なんですけど、来てるところはこの駅、まあ、当然ながら無人駅なんですけど、この時代がかなり古いということなのと、なんかまあいろいろと見どころがあるということで、ちょっと歩いてみようかなと思います。今ではね、かなり珍しくなったこの木の電柱です。はい、まだ現役でね、立派に立っております。今日の駅がこちらになります。美作河合駅。ちょうど電車が来る時間なのかな。開業1919年、開通が1932年。これできたのが、この駅できたのが1931年。もう電車がほとんどありません。ちょっと怖いですけど、駅がこんな感じになってます。美作河合駅。まあね、昔ながらの駅である、この線路渡らないといけないという。大丈夫かな。まあ大丈夫ですよね、これ枕木がね。まあ、電車通ってないですね、これ。こっち側だけだぞ。感じですね。待合室がこんな感じになってます。
はい、電車がね、やってきました。こちらね、電気の力で動くんじゃなくて、まあ、気動車ですかね。はい。まあ、燃料を積んで進んでるということなんですけども、こちら、この鳥取行きだけでも、電車が1日に6本しかないっていうことなんですよね。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。よし。ちょっと山側から来たんですけど、まっすぐ行ったところに先ほどのね、駅があるんですけども、こちらですね、操車場なのかな、まあ、こちらに基地があったんですかね。はい、今坂河合会転車台、こういう感じだったんですね。はい、というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。で、今のね、この線路、まあ、電車通るのかなと思ったんですけど、こちらも完全に断線しております。断線してますんでね、安全でございます。まあ、ここ通らないとホームに入れないということです。まあ、こういうね、感じのね、駅っていうのもなくなってきましたよね、どんどん。昔は当たり前だったんですけどね、という感じでございます。ありがとうございました。ぜひ皆さんも行ってみてください。スタンプラリーやってますんで、まあ、ここの駅はやってるかな、やってないか。こちらの駅はやってないんですけど、他の駅とかね、これより下の駅はやってるみたいですけど、こんな感じでございます。はい、いいですね。というわけでありがとうございました。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。